はい、皆様こんばんは、リビングリッシュ始めましょう、リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型語学スクールイングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と、今日は、ドイツからパパが、お手伝いに来てもらっております。はい、ということで笹さん、どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。準レギュラーです。準レギュラーの笹さん、ビオルネからお越しくださいまして。はい。はい、ということで、笹さん、あれでしょ、前聞きましたけど、大学時代にドイツ語をやってた。それ、また言う、それ。だから、それで、次々ドイツ人を送る感じになってるよね。ニュースに続く。ドイツ人比率高い。高い。ドイツ大好きです。で、5年前にイングリッシュハウスに来てて、うん、はい、で、今回5年ぶりにまた来てもらって。 So you came here since 5 years, right? 5 years before,、うん、it has been my last visit here. ね、5年前に来てくれて、そうそうそう、うん、そうなんです、はい、ということで、じゃあ笹さん、自己紹介を。あ、どうも、ビオルネの笹です。いやいや、ドイツ語で。ドイツ語で。ドイツ語は無理だね。いや、私の名前はササカです。お、はい、ドイツ語で。なんて言うんやろ。そう、わからん。私は生ジャーマン。そう、my name is ヒデ。イヒハイセ。イヒハイセ。思い出した、思い出した。イヒしか覚えてない。ハイセはもうわからない。イヒハイセ。ハイセ。マイナーメイスト。マイネーメ。マイナーメ。マイナーマ。マイナーメイスト。マイネームイズ。英語、これ英語です。これ英語。マイネームイズ。名前。これ俺、今日は30年ぐらい前の話を。まあ、いいじゃないですか。昔撮ったあれでしょ。マイナーメイスト。マイネーハイセ。イヒハイセ。イヒハイセ。イヒハイセ。ササカ。ササカ。はい。イッヒハイセヒデ、イッヒハイセハーバート、ハーバート、はい、この3人でお届けします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、ドイツ語でやってくれましたし、英語でもやらないけど英語でもやりますか。いや、英語、まあ、いいじゃない、もういいですか。じゃあ、ちょっとハーバートハーバートの話を聞いてね。自己紹介、そう、Please do your self introduction。My name is Herbert Meinen. I'm Herbert Meinen. 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 I'm from Bayreuth, a little town in Bavaria. Bayreuth. Bayreuth. っていう、さっき言ってたミュンヘン。Bayreuth っていう町ね。ミュンヘン。ミュンヘンから200キロか250キロぐらい北に上がったところにある。小さい村みたいね。村か町か知らんけど。It is a small town, but we have a famous opera house of Richard Wagner. そうなん。オペラハウスね。So that's what the city is known for, also from international. Many tourists there. But only a short period in the year, only 4 or 5 weeks. 4 or 5 weeks. And then the festival is over. ああ、なんかお祭りがあって。フェスティバル。うん。オペラ。オペラのフェスティバル、それが4週間から5週間、その間にしか、ずっとやってるわけ。ワンマンス。About one month。About one month。1ヶ月やってて、その時しか来ないみたいに。人がね。なるほど。そうですね。じゃあでもそれで人が来るのはすごい。まあまあ、なんかすごいあれなんでしょうね。フェイマス。ドイツではみたいな感じでね。はい。Keep continue。So, this is my third time in Japan. ああ、3回目の日本ね。はい。The first time has been for the Shikoku 88カ所。ああ、お遍路さんね。お遍路さんね。88カ所、はい。行ってきた。The second time I visited the Sanjusan Kanon temples in the Kansai region, Saigoku. Saigoku 33 ka sho mari. That's the last time I stayed here in Osaka English House. 5 years. 5年前ね。はいはいはい。And this time? This time it has been for the Kumano Kodo. 和歌山の熊野古道。すごい。歩きまんすごいね。
巡礼好き。巡礼歩くの好きやね。聖地巡礼好きみたいな。You like walking, right? バックバックパックでリュック背負って。ええ、面白い面白い。なんか何ですか質問。88箇所全部まとめて。出身徳島。徳島、四国。徳島市。ちょっと違うけど。サウス徳島。どこが近いのかな。達江寺。達江寺。So you went to all 88 temples. Yes. Yes. Do you remember 達江寺？There are so many temples. It's possible to remember all. I remember the very steep Unpenji. Unpenji. What kind of the temple? It's on the mountain. You have to climb. It has been very steep. 山のてっぺんにあってすごい急坂を登っていく。Unpenji. Unpenji. Very steep. そんなの覚えてる。急坂。達江寺普通に平地にあるからね。あ、ちょっと薄い薄いとこそうなんですか。そうなんです。 So what is your most memorable experience in 四国？ In 四国 you have a very special tradition. It is called お接待。お接待？なんかもらうんやね。そう、お遍路さんが回ってたら、お茶出したりお菓子出したりするのよ。ね、回ってきたら。ね、いいですよね、あれって。食べて泊まれたら、宿坊とか。民間の、そういう、なんていうんですか、その、世話してくれる人とか多いんですよ。ね、普通にあの人がくれはんのね。へぇ、面白い面白い。だ最近はどうかしらね、僕らの小学校で、学校行って帰ってくるでしょ。普通に白装束で、杖ついたりとか、すれ違うね、普通に。あの旅行者のね。本当に、ナチュラルにやる人。やったんね。だんだん時間が経つとね、あの大型バスに乗って皆さん行かれる。巡礼はしてんだけど、昔はこっちで歩いてたけど、ほんで子供の頃、あ、今日もお部屋のところだ、それ違うもん。いや、多分それはインフラが整ってきたんじゃないですか。旅行会社がなんかツアーを作り出したりとか、観光バスで横付けして、まあまあね、ありがたみはどこへ行ったんだな。まあ、辛いとこやね、それはね。で、ウォークね。イエス、ウォークね。ね、え、何日間ぐらいで回ったの？四国88。そう、ハロー言ってきた。It has been, I've been walking for two months. Two months. And I visited 20 temples more. The Bangai Bekaku temples. There is 20 more. だ88箇所プラス20箇所で108箇所。あるんですって。はいはいはい。88とは別のやつがあるんですか？ There's a special number in Buddhism. エクストラがあるんですか？エクストラに。それは知らんな。あ、そうなんや。So I did it on foot, but for one week, one ankle, one leg has been hurting, so I had to use for one week a bit bus and train, but it has been mostly all on foot, yes. In two months, I've been completing the round. 全部2ヶ月かけて、全部コンプリートしたと。Clockwise. 全部歩いて、歩いてですよ。バスちゃいますよ。バス横付けちゃいますよ。すごいね。やりますね。すごい。ね。And afterwards, Koya-san. You visit Koya-san. To say thank you to Kobo Daishi. Kobo Daishi. 一緒やからね。槍投げ出してるでしょ。刺さった。そうそうそう。だから、そこに立てたみたいな。いやいや、それ届かんやろ、みたいな話やから。いつまで。中国でしたっけ？中国からやりたい。そんな人おらんけどね。おれへんね。So you like the walking? Yes. To visiting the places? Yes. So which is your recommend? So, 四国、西国、熊野古道。Which is the best in Japan? No, no, no. So which is you recommend? Which is the most like? Every way is a bit different. It has different history and tradition. まあ全部ちゃうからね。It's difficult to say. Everybody likes a bit, has another background or other experience. But I really enjoyed walking Shikoku. Shikoku? Ah, Shikoku. Because there is a more vivid or pilgrim tradition on Shikoku Island. So you wear the white yes uniform yes white shirt. Not all, but a white shirt. なんかこう黒いなんか箱みたいなのをぶら下げてね。You know black box?
ブラックボックス。ブラックボックス。これ何やろ、何やろ。いや、何やろ、なんか、あのね、あの素人でなんか、あの、あれ書いてんのよ。般若心経のあれの。ああ、へえ。文字、漢字をね、梵字っていうの。なんか、あの、書いてんのがあんのよ。スペシャルボックス。で、あの、この長い杖みたいなの。ああ、スティック、スティックをね、スティック。ああ、スティック。今後杖あ、今後杖僕らが美容師なんの今後杖 No, I had two walking sticks because it's more stable. We have a big backpack and in the mountain it's more stable. 今後杖じゃなくて違うスティックノルディックか。そう使ってた。 You only have normally one, but I had two walking sticks. 2つね、2つ持ってこうやる。 With a white shirt People on Shikoku see you are a pilgrim, Ohenro, and you are not a normal tourist. Ohenro は、あの、普通の旅行者じゃないという話ね。そう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 。回ってやるね。神の使いなんですか？神の使い。神の使い、まあね、弘法大師が歩いたルートをこうやって回るっていうね。で、ご利益がある。そういう感じでね。へえ、なるほどなるほど。でですね、ちょっと何？短いセンテンスをざっくり質問してっていうのがあるんだけど、寸劇でも短いセンテンスっていう、なんかよく分からへんだけど、なんかこうちょっと英語でね、こういうのを聞きたいなみたいなのがあれば。はい、はい。調整したじゃん。あれ？違う、間違えてる。ごめんなさい、間違えました。じゃあちょっと続けましょうか。はい、すいません、すいません。で、じゃあスペインの あの巡礼の気持ち、待って、You have the T シャツ。これさっき着ててね、今ちょっと着替え張ってんけど、この熊野古道とスペインのサンティアゴっていうところにもなんかこう聖地があって、まあもちろんキリストもヤタガラス。ああ、ヤタガラス。ヤタガラス。でこれはシェル。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 貝、貝ですね。It's a waymarker. The waymarker in Spain is the shell. Waymarker. Waymarker. They indicate the direction of the way. ああ、その場所まで直接行く。ダイレクション。ダイレクション、yes。なんか階で、道筋みたいなの。It's a way marker。え、こうなんか目印になっていってると。なんかそんな感じね。そういうファインダー、道しるべみたいな。そうそうそう。Yeah, or at the roadside or the 道の端っことかに置いて、これを辿っていく。Or at crossing。すごいね。way crossing。ブレーデル、パンコスみたいな。There is a marker。そうなんだ。そんなあるね。でもすごいね。全然こう神様と神道やから神様とキリスト教みたいな手を組むみたいな本来あるべき姿世界で世界で本来あるべき姿宗教を超えてっていうね、大事なところやねそうですね。まあまあ面白い、まあ、スペインで今回は熊野古道を行ってきた、うんうん、でその T シャツこれ裏は道って日本語で書いてて日本のあれ、ね、なるほどなるほど、うん、はい日本で熊野古道でこうだっていう、そういう感じだね。あ、Do you like? Yes. めっちゃ気に入ってるみたい。めちゃめちゃ気に入ってるみたい。Nice. Souvenir. まあ、そのスペインね、行くことないですもんね、なかなかね。ね。それ、Of course, you've been to the San Diego, right? Yes. あ、そう、サンディアゴ行ってる。行ってるんだよね。There is a partner program. パートナープログラム。パートナー。あ、パートナープログラム。あ、これね、熊野古道と、パートナー、はいはい。サンディアゴは、こう、姉妹提携じゃないけども。巡礼仲間みたいな。巡礼交流みたいな。世界巡礼交流みたいな。They are both UNESCO World Heritage sites. その2つともあの世界遺産になってるね。ユネスコの世界遺産登録されてて、ワールドヘリテージっていうんですけどね、世界遺産のことを。そういう世界遺産仲間でみたいな感じかな。お互いちょっとあのプロモーションしていこうぜみたいな。なるほど、じゃあスペインのそっち行った人は、じゃあ次熊野古道。そうそうそう、だから熊野古道行った人は、じゃあ次スペイン行ったらそっち行こうみたいなことを交流してるわけですね。そういうことですね。なるほど。やりますね。And here, this is the completion stamp from Spain. うん。So,
I did. あ、それの両方のスタンプ。Yes. その両方のスタンプ持っとるのはすごいぞっていうことだね。すごいすごい。すごいすごい。So, this has been the last walk in Spain. And after completion, you get a stamp from Spain. ああ、この道を歩いた人はこういうオリジナルスタンプを押してくれると。これまあまああるよ。Yeah, from, how far from here to there? いや、これフランスよね、ここ。そうそうそう。フランス、yeah. So, it's Provence. プレヴァンスね。プレヴァンス、はい。アガル、1400キロ。So, then how long does it take to be 1400 kilometers? But I, thought, I have not been hurrying. I also visited some cities or places around. Perhaps with some interruption, perhaps 3 months. 3 months, 3ヶ月かけて行く。But slowly, but slowly. ゆっくり時間かけて、いろんな町々に寄って、そんな急いでなかったから、いつも思うけど。ハーバート何してはる人なの？あ、仕事？仕事聞いてください、聞いてください、仕事聞いて。何？ビジネス？なんていうの？ウォーク？ワーク？一番簡単に聞こうと思ったら、職業？ What do you do? What do you do? I quit my job. I quit. 仕事辞めた。IT? IT business. IT ビジネスやった。ああ、なるほどなるほど。じゃあ、時間は自由なんだ。そうそうそう。今は自由に仕事辞めて。じゃないと、本当ね、海外と3ヶ月ぐらいすぐ旅行行くよね。いや、今回3ヶ月来た。で、ね、日本に来て1ヶ月半にまたって、あと1ヶ月半。これは世界一周してる人おったしね。ああ、ハーブとまあまあ言ってるね。So you always go around the trip, right? I plan longer tours every year. Every year, ね。I make a big tour. 毎年どっか行ってる。で、yeah. so, 本当にね、本当思うけど、時間とお金はどうなってるの？But longer walking, I long try walking. Long walking, I try to do every year. まあ、まあ仕事を辞めるとかは別に普通で、まあ言うたらヨーロッパとかやったら一つのプロジェクトに対して雇われて、そのプロジェクトが終わるともう終わるみたいなもん。で、それで時間があるから、そういうコマのこと行こうか。長いんでしょ、普通は。ちょっと、仕事頑張ったし、みたいな。ちょっとブレイク。自分のご褒美に行こうか。そうそう、3ヶ月ちょっと日本行ってこうかな、みたいな、そんなイメージ。ストイックすぎる。日本人にはできへん。ご褒美がストイックすぎる。感覚やね。そうなんだ。うん、そうそう。いろんなとこね、行ってる。これ、でもまだまだ行ってないところで、次行きたいところとかあるんですか？ああ、聞いてください、ぜひ。Let's try it. Next time. Yes. Where? I don't know. I don't know. You don't decide. I haven't decided. Where do you want to go? とか I don't know what will be in the next tour. Where do you want to go? Yeah. Where do you want to go? Next time. Next time. There is a. まだ決めてないって言ってます。There is a little tour around an island of South Korea. I met some people from South Korea also. South Korea. It's called Jeju Island. Jeju, ね。Jeju Island. It's also around. Jeju Island. Jeju Island でもそうあるわけ。その巡礼的なのは。So they have the special. Yeah, it's also a hiking way around. Hiking コースみたいな。Yeah, around the island. あ、島の周りを回って。Round course around this island. It should be very beautiful. People told me.それで言うとね、四国88カ所でしょ。淡路島ね、小豆島もあるね。小豆島やったらオリーブとかでしょ。小豆島も88カ所もあるミニチュア版なんだ、四国の。ミニ、いや、小豆島。小豆島。いや、そうそうそう。面白い。小豆島より全然。小豆島、だから、四国やつギューッとして全部持ってってるから。なんかね、四国っていっぱいあるのよ。もう猿はおるし、オリーブはあるし。いやでもね、ちょっと話尽きないですけど、もうそろそろちょっと、佐川さん、告知して、はい、告知。宮城、今、いつもね、忘れてるビョルネの告知です。ビョルネでは、ゴールデンウィーク、枚方教会堂探検隊と。これ折れちゃいますかぶってますよ、なんか。これね、そうなんですよ。これ今日の話。巡礼です。今日の話、ものすごいかぶってますよ。もう本当ね、Go to...ゴールデンウィーク。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 He's working at ビョルネ。ビョルネ、right? They have the event. ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク。クイズラリーウォーク。クイズラリースタンプラリー。OK。で、これ、ちょっとまだ数は実はまだ決まってないんですけど、クイズラリーをして
ていただいて、はい、全部回った人にはプレゼントを差し上げます。あ、素晴らしい、はい、プレゼント決まってるんですか？プレゼントはなんとなく決まってます。なんとなく。ただね、あの、ごめんなさい、対象は子供だけですね。ああ、残念、はい、ハーバード無理や、はい、ハーバードちょっとどう考えても子供に、はい、はい、です。これを楽しい企画を用意してます。はい。もうちょっとしたらホームページもなるんですか？もうちょっとしたら準備できます。はい。これで、ただいまね、今準備してまして、これちょっとまだあの世に出ているのかどうか不明ですけど。ああ、わ、はい、かりました。あの、詳しくはホームページを。詳しくはそのうちビオレのホームページ見てください。はい。わ、はい、かりました。じゃあ、こんな、そんな感じで今日は締めましょう。はい。はい、じゃあ、皆さんさようならをドイツ語で覚えてますか？オフィデスイヘン。ね、Goodbye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Yeah. Auf Wiedersehen. Bye bye.